皆様こんにちは。 JAL 客室乗務員の伊藤です。皆様は JAL に社内ベンチャーチームがあることをご存知ですか？チーム名は WPIT。 W はワクワクの W ですが、社員のワクワクをキーコンセプトに異業種競争に取り組む社内ベンチャーチームです。私は客室乗務員としてフライトをしながら WPIT のメンバーとして活動を続けております。本日は私が WPIT メンバーとして企画したチャーターフライトの様子と、そこにかける思いをご紹介します。 JAL は2022年7月30日、人気アニメ「ワンピースとコラボレーションした成田発着周遊チャーターを実施しました。便名はワンピースの主人公ルフィが食べるゴムゴムの実にちなみ、 JAL5656 便。現在アニメ放映中のワノ国編をテーマに、たくさんの見どころをご用意。日本の心を大切にする JAL だからこその力で作品の世界観を表現し、ご参加のお客様に楽しんでいただきました。お楽しみいただけましたでしょうか？すごい楽しかったです。今回だけのっていうのが結構多くて、すごいそれが良かったですね。なんか特別感が。食事もとっても美味しかったですし、すごい感動しました。子供の頃からワンピースが大好きでして、私にとっては人生の教科書のような存在です。壮大なストーリーはもちろんですし、1174以上魅力的で個性的なキャラクターにいつも大切なことを教えられています。でこの作品には JAL との親和性も感じております。例えば旅や冒険のワクワクはもちろんですし、たくさんの仲間との絆、自らの意思で行動することの大切さ、今絶賛放映中の「ワノ国」に関しては日本の伝統、日本の心というところであったり、 JAL とワンピースが手を取り合うことで今まで見たことのない新たな価値創造に取り組むことができるのではないかと思って、その方法を探し続けました。2020年10月頃に集英社様、東映アニメーション様にプレゼンをして、そこから競争がスタートいたしました。社内外で数えきれないほどの壁にぶつかったんですけれども、なぜ乗り越えられたかというと、1点目は WPIT の真髄であるワクワクというところで、 JAL とワンピースが手を取り合う未来の姿がもう叶えたい夢でありましたし、それを想像するとすごくワクワクしますし、何よりワンピースが大好きっていう思いがあったから、乗り越えられたと思っております。で2点目が、社内外数えきれないほどたくさんの方のお力をいただいてここまで進められたというところで、一人一人かけてもここまでたどり着けなかったと思っておりますし、助けられて支えられて生きたからこそ乗り越えられたと思っております。このチャーターはスタートとし、これから先も冒険とおもてなしを掛け合わせた空間など、皆様に楽しんでいただけるよう新たな価値創造に挑戦を続けてまいります。